第5位、税引きバランス91番クローザーシュウウェイトが2689グラム。ショウすげえな、やべ、電池ねえ、充電しない。
足球ってなってるわ。サインの柏原選手、2737ぐらい。これは、皆さんお疲れ様でした。場所はですね、ワッフルの若干南側、梅東川100メートルぐらいの水深が13.4メートルぐらいで、新潟はガジグスクの7グラム、新潟フィッシングショーの限定カラーで前にゲットしてたんですけど、そのカラーだけが結構変化によって、どんな色なんですか？ピンクとオレンジの色が派手な方がいいんじゃないかな。カットします。カットして遠投をしてボトンを取ってもう右のフローで巻いてるという方と、あとシューティングでもバスっぽいなと思って落とすとリアクションできたりしちゃう。あのね、僕ちょっとまあ胸じますぎてたワッフルについて、マチキンの方に入った。結構、ワッフル前より先端立ってきました。先端を立てて、ワッフルを立てて、ワッフルを立てて、あれ、先端、つれてたんですか？先端はあまりつれてないように見えました。あ、そうなんですか。お疲れ様でした。今日は朝市梅の北の滝、はい、浅田さんの見える滝、はいはい、あそこで式にもうライブシューティング、ライブスコープ当てて、ダウンショット、ホームショット、ダウンショット落とすだけです。そして、まあ、リーダー分ちょっと長く60センチぐらいのリーダーで落としてまた回収してまた投げてみる。タッチの、下のボトムまで落として、ボトムまで落としてで巻いてきて、それでもう回収です。浮かなかったら回収、はい、一回落としてフリーホールさせて、浮かなかったらもう一回上げてまたフリーホールさせて3回ぐらいやっても回収しちゃう。でまたボールで落とす。こんな感じのフリーを、胸の北とあと月島の北半分になっているところの岬のセンターと、あと氷河森の立ち木、途中温泉ワンドとか行きましたけど、やっぱりシャロは向いてないなっていうのを30分ぐらいで切り上げてきて、またリブ戻ってまた1本出返して、8本、もうのんきみたいなの混ざったといろいろ。ただやっぱりちょっと立ち木がデカめなのかなっていう感じが昨日からして、ダウンショットは、ダウンショットはシンカーが 3.5 ぐらい、まあまあ早いです。でもずっとライブスコープで見て、一回ないかいなかったらもう落としちゃう感じで。あれワームなんですか？ハロー、黒。それだけです。結構単純な釣りです。以上です。ライブで使った特殊な釣りになったことは、はい、川口も2回行かなくちゃなんですよね。ちょうど良かったです。ちょうど良かったです。はい、ちょうど良かったです。ぜひ一緒に。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Thank you.
2024東北ブロックチャンピオンシップなどの正式名称、優勝の原田選手です。おめでとうございます。マイクロホバスト、自分マイクロホバストをやるようになってから他の釣りが全てダメになって、今シーズンはもう4試合ぐらい連続でゼロやってるんですよ。でマイクロホバスト、魚来るじゃないですか、何にもしないんですか。で何にもしないで例えば食わなかったっつったら、また何にもしないで待ってるんですか。いきなり行くコンビ、これ、ね、誰でもできそうだけど、なんかそれができないんだよな。でその他になんか隠してるなんか肝とかってないですか。3メーターぐらい、ちょんってなる魚体にずっと映して、その時によってボトムから何メートルとかっていうのは、まあだいたい2メーターぐらいです。2メーターぐらい。もうマイクロホバスト上手い人が羨ましくてしょうがないですよね。もう全然自分はもうそれやるようになってから、普通のダウンショットとかもおかしくなって、キャロとかもおかしくなって、もういや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 、自分も小高ね昨日やったんですけど、もう俺には無理だと思って。まああれ、来年も JB の方よろしくお願いします。今度見かけたらちょっとどんな釣り方してるのかなって見てると思うんでよろしくお願いします。では川口子頑張ってくださいおめでとうございました。ピコン、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね、よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。